上手になるサイクルスポーツ。JCF スポーツサイクル基礎スキルの動画にようこそ。これはサイクルスポーツの初級中級向けにスポーツバイクの基礎スキルをまとめています。どんなスポーツでも基礎をおろそかにして自己流でやると上達が難しく遠回りするもの。機材スポーツである自転車は人間が主体になり、スポーツバイクと人車一体となって巧みに操るべきなのです。スマート、スムーズ、セーフティー、そのエッセンスを1章から4章に盛り込みました。基礎を反復練習して身につければスポーツバイクを巧みに操縦でき安全に走れます。主要競技のさらなる上級スキルの習得には専門コーチの門を叩いてください。国際自転車競技連合 UCI が統括する自転車競技はロード、トラック、マウンテンバイク、 BMX レーシング、 BMX フリースタイル、トライアル、シクロクロス、インドアなど多彩。障害があるアスリートの自転車競技パラサイクリングもあります。自転車競技は発祥の地であるヨーロッパではサッカーと並ぶ人気スポーツとして盛んで、 BMX やマウンテンバイクなどアメリカ生まれの種目もあります。今ロードやトラックのトップアスリートを誕生させる上でもオフロード系で子どものうちから自転車を上手に扱いこなすことの大切さが指摘されています。日本では多くの人が自転車に乗れますが乗りこなせてはいません。ぜひ基礎スキルをしっかり身につけて安全で楽しいサイクルスポーツをエンジョイしてください。スポーツサイクルを人車一体で操るセンスと基礎スキルを習得しよう。基礎スキルの練習はフラットペダルが望ましい。特にビギナーはビンディングペダルを使わないようにしたい。バランスを崩してもすぐ足をつける。またごまかしのない正確な動作を身につけられる。自転車に乗る前にセルフチェックの習慣を身につけよう。まずはヘルメット。ヘルメットをしっかりかぶりストラップが適切な状態か確かめよう。ストラップの余裕は顎の下に指が2本入る程度が適切だ。次はタイヤの空気圧。まずはタイヤを触って状態を確かめる。タイヤの空気圧には許容量がある。許容空気圧の範囲内で適切な空気を入れよう。その上で自分の体重や当日の路面、天候により空気圧を調整することが必要だ。ブレーキの効きを確認しよう。前ブレーキの確認は前ブレーキをかけたまま自転車を前に押してみる。後輪が浮けば
前ブレーキはきちんと効いている。後ろも後ろブレーキをかけたまま自転車を前に押す。後輪が引きずられるようになっていれば OK だ。次はネジなどの緩みがないか音で確かめる。ハンドルを地面から数センチ持ち上げて地面に落としてみる。自転車の大部分はネジでフレームとパーツが固定されているので、ネジが緩んでいると普段と違う音がする。セルフチェックは安全の基本。しっかり習慣づけよう。プッシングとスクーティングで自転車の特性を感覚でつかもう。まずはプッシング。サドルに手を添え自転車をコントロールしながら押して歩く。右に傾ければハンドルは右に切れ、左に傾ければ左に切れる。傾けた方に曲がる。自転車の特性が体感できる。スクーティングは片足をペダルに乗せ地面を蹴って進む。自転車と自分の体の傾きの両方でバランスを取る。自転車の両側でできるよう繰り返し練習しよう。外足でキックするバリエーションもある。腰はぴったりとサドルに沿わせるイメージだ。これも自転車の両側で練習する。プッシングもスクーティングも歩く速度より遅くなるとバランスを崩しやすい。スピードコントロールも意識しよう。ロードバイクで平坦地を走るならシッティングが基本。下半身が中心の運動だ。上り坂でも途半距離や勾配の状況に応じて柔軟にシッティングを活用する。長い上り坂にはシッティングが有効だ。ダンシングは短い急坂を一気に駆け上がる時や、体重を利用して重いギアをトルクで踏み込む時、また集団スプリントの時に使い全身の運動だ。まずは体重を利用したダンシング。腕は軽く曲げて上半身を支える。前側の足に体重を乗せ、重みでペダルが下がった分だけ足を伸ばす。これを左右で繰り返し行う。むやみに力を加えてペダルを早く回そうとしなくてよい。急加速してのアタックは力の使い方が変わる。腰の位置をハンガーより前に移して重めのギアで一気に高回転ペダリングにする。踏み足と同時に引き腕も使い、
無酸素領域の運動になる。ボトル拾いとリンボーはバランスコントロールを身につける方法の一つだ。ボトル拾いは自転車に乗りながら意図的にバランスを工夫することで、よりダイナミックに自転車を操れるようになる。高い位置からスタートし、上達してきたら低い位置にチャレンジしよう。リンボーも意図的なバランス操作が求められる。目線は前、バーを見つつ前方を広く捉える。くぐるときは速すぎないスピードに抑え、ペダルを止めよう。こうしたバランス操作の感覚を身につければ、片手放しに恐怖感がなくなり、手信号やボトルに手を伸ばす動作もスムーズになる。慣れてきたらバーを下げ、難易度を上げる。バーが低くそのまま通過できないときは、サドルから腰を後方にずらし、上半身を折りたたむ。うまくいかないときは、上手な仲間を前や横から観察してみよう。スラロームはハンドリングを軸にした基礎スキルの中核だ。直線と8の字が基本のメソッド。スピードコントロール、目線、荷重移動などいくつもの要素が含まれている。まずは直線スラローム。基本のレイアウトは 2.5 メートル間隔で6本のパイロンを置く。スタートとフィニッシュは2本を横並びに置き、その間を通る。定期的にタイムを測ろう。上達がよく分かり、達成感につながる。副読本「スポーツサイクル基礎スキル」に詳細がある。指導者向けの段階的なアドバイス法が掲載されている。うまくできない時、打開策の参考になるだろう。8の字スラロームは直線スラロームの発展形。走る、曲がるに必要なスキルが全て含まれている。目線は先に向ける。深いターンでは外側の足を下にした外足荷重でペダルが路面をかかないようにする。スピードコントロールも大事だ。一本橋のような狭いコースをまっすぐ走るのは難しい。
リラックスしたポジションでハンドルへの荷重を抑える、橋に乗ってからの目線、惰性の利用、ブレないでまっすぐ進むなど気にすべきことは多い。自転車学校では指導者が、橋から落ちそうになったらそのまま落ちてください、リカバリーすればバランスを崩しやすく落車の恐れがあるからですとアドバイスしてくれる、ふらついたら潔く落ちてしまおう。急制動はブレーキ強度を把握すること、自転車から投げ出されないポジション変化を理解することが肝心、必ず安全な場所で体験しよう。滑らない最短距離の停止を経験して身につけておけば、緊急時に安全マージンが高まる。ブレーキ開始ラインに入る直前、クランクは地面と平行にし、ペダルの上で踏ん張る。指をブレーキレバーにかけ、腕を伸ばし、腰を後ろに引く。ブレーキ開始ラインを前輪前端が越えたら、前後のブレーキを同時にいっぱい引く。この時、慣性で前方に投げ出される力が働く。それに抗うために伸ばした腕に力を入れる。自転車が完全に止まったらペダルから足を離そう。草地や土の上で行うと落車してもダメージが少ない。ブレーキはいっぱい、クランクは水平、ハンドルを押し出し腰を後ろに引こう。2.25 メートルターンは直径 2.25 メートルの演習コースに入り口と出口を設け、コースをはみ出すことなく一周する。軌跡と内輪差を意識しスタンディングスキルを磨こう。8つの項目で基礎スキルを解説したが、最も下に飛んだスキルはスラロームだ。タイム短縮でやる気になる。繰り返し練習して自分のものにしていこう。エリート選手でもスランプに悩むとき、基礎に立ち返るといい気づきが見つかるものだ。